まあ、上の世代の日本人の方は漫才でもちろん一番していると思いますし、海外の方ですと映画で一番している、またはアートの方で美術の方で一番しているという方もいると思いますが、そういったさまざまな作品の中で特に印象に残っているというものはどういったものでしょうか。はじめまして、ジャニー北野川です。First of all, nice to meet you. My name is Johnny Kitano. あの漫才というのが日本のそのまあスタンダップコメディっていうと、向こうがアメリカとか欧米は一人なんだけど、日本は漫才というまあローレル・ハーディンとかアボット・コステロとかそういう感じのお笑いが普通なんですけど、その漫才はまあ一番芸能の世界で入りやすかったという感じがあって、今思えば、漫才というのはやっぱりアスリートというかものすごい体力がいて若くないとできないというのがあって、まあ40ちょっとでもう頭が追いつかないというか体力がないのが分かって、ちょっと映画でもやってみようかなと思って映画とかいろんなものに手を出すんですけども、まあ本当のこと言うといろんなものをなぜやるかというと何やってもダメだということで、手を変え品を変え、なんか自分に一番ぴったりするものを模索していたということで、結局今日までこうなっちゃったということで、あまり自分の仕事には満足というか、よくはそんなに満足してないなという。先ほどご紹介の時にもジャニーさんのお話があったので、まあ、今年の日本の芸能界の中で一番大きな話だったジャニーさんについて一つ質問させていただきたいんですけれども、まあ、そのジャニーさん の, そのスキャンダル、まあ、その何百人も子どもを巻き込むようなスキャンダルが報道された時に、その時驚きなどというものはありましたでしょうか。まあ芸能界っていうか、まあ、ジャニーズのタレントとかそういう人たちと仕事は何十年もやってるんで、そういうことはまあいろいろ噂を聞くし、まあいろんな人からそれはよくあったことだというふうに聞くけれども、自分たちにとってはそういう世界に行ったらそれは当然あるだろうなとしか、まあ、その当時考えてなくて、最近になってそういう問題がすごい世界中大きな問題になるっていうのは時代の流れかなと思うし、昔の日本の芸能界、海外の芸能界はよくわからないけども、日本の芸能界というのはほとんど昔は日本で猿回しっていうのはありましたけども、あと悪いことをするとお前はサーカスに売っちゃうぞなんていう変な脅し文句があって、サーカスの人たちには随分ひどい目に遭わしたことをおふくろたちが言ったということもあるし、芸能の仕事というのはそういうまあ奴隷ではないけれども商品として人間を扱って、それを見せ物としてお金を稼ぐという商売が芸能界だっていう昔ながらの慣習というか習慣というのが残っているんで、自分たちもお笑いの世界に入って働いた10分の1ももらえない時代があったんで、それはまあ日本の芸能界は最近は良くなったけど昔からひどいもんだとは思ってました。
質問なんですけれども、先ほどあの日本のエンタメ界が入れ替えの時期にあるということをおっしゃいました。あとまあテレビのこととかも言及一部この会見とかされたと思うんですけども、まあ、一連のジャニーズの問題しかりですが、報道がそのなかなか踏み込まないで、 今までの、 そのテレビになり、まあ我々新聞もそうですけども、その報道の在り方を問われたり、また反省をする文を出したりとか、そういうメディアの方もいろいろ動いている時期かと思うんですけども、この報道テレビその辺の方の転換、今の在り方、その辺に関してはどういうお考えをお持ちでしょうか。あのエンターテインメントの世界にずっといた、まあ、今もいるんだけど、とやはりあの、うん、メディアとその大手のプロダクションとの癒着というのは、昔から目に余るものがあって、まあひどいな、だからみんなタレントは大きな事務所に行って守ってもらおうとするのかなと思うんですが、まあよくあったことは、カンヌ映画祭に記者を連れてって、カンヌ映画祭で招待もされてないのに、カンヌにある映画館で上映して、日本のマスコミとか新聞ではカンヌで大好評って書いてあったり、実際に行ってる我々にとってなんでこんなことが曲がり通るかなんていうことが昔はごく最近まで平気であったり、あとは大手の事務所を辞めていくタレントにはメディアが一切取り扱わなくなったり、いろんなテレビ局もお達しっていうか触れが回って使わないようにしようというふうになったり、それは相変わらず日本の芸能界のまあダークな部分だと思うんですが、外国ではそういうことがあるのかないのかよく分かりませんが、まあ自分にとってはそういう世界でよくぞ今までやってこられたなという、なんか安心感はありますが、達成感というか、ただ今までの日本のそういう芸能の闇の部分はどうやって取り除いていくのかっていうのは興味は非常にあります。